美味しい。お腹空きですって。確かに。ね。食べたい。お腹空いた。食べよっか。今日はお疲れ様、セルビアのイベント。イベントお疲れ様会ということで。ちょっとね、焦がしちゃったんですよ、私が。パン。パンちゃん。ごめんなさい。でも。でもなんか。香ばしくて美味しそう。ジブリみたい。ね。うん、食べよう。食べよう。で、このスープは、うん、あれ、まあいいや。久しぶりに登場してるから。確かに、っていうかなんか久しぶりにこうやって食べるよね、うん、クリスマス以来じゃない。確かに。動画でやるの。確かに。これもそれ飲もう。おいしい。うまっ。ちょっとだってもう食べたいよ。え、感じる。髪の毛を変えました。じゃーん。めっちゃいい感じだね。ほんと。うん、やった。結構切ったけど、でもなんか夏って伸びるんだって。すごい。俺も昨日切った。ありがとう。ごめんね。やっぱスープはね、うん、熱々が。これはあのスープストックの冷凍で、ね、冷凍のやつだね。テイクアウトのね。私のね、友達がダイエットしてるって言ったら買ってきてくれて。美味しい。初スープストック。これ食べていい？うん。これなんかゆうきが作ってくれた。ズッキーニと鶏肉のアンチョビ炒めみたいな。うん。うまい。なんだこれ。絶対パンとこのスープやばいやつ、うん、いっちゃう。これです。うまっ。ほんとすごいね。ズッキーニの使い方マジでわからないなと思って。ナスに近いんだね、どっちかっていうと、うん、色で勝手にキュウリっぽいと思った。見た目キュウリっぽいよね、うん、まあナスより、うん、ちょっとし固めっていうか、うん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 、っていう感じで、ナスよりシャキッとしてる感じ、うん、これもいっていい。これはいっちゃおうって。明太子じゃがいも。最近うちらハマってるね。アヒージョ。アヒージョのじゃがいもね、うまいよね。うん、めちゃめちゃ美味しい。ちょっとカリッとするんだよね。超美味しいよ。美味しそうな明太子。じゃんじゃん。半熟で、半熟が一番好き。明太子、うん、あの焼きとかより名前とかより。あっ、ぽいかよ。ぽんちゃん。ねえ、おっぽいけど、すごいおいしい。すごいし、皮の部分がめっちゃカリッとしてんの。確かに。グルうん、うん、うん。うまいけど熱い。熱いけどうまい。うまっ。いや、これやばいね。これ酒と合うな。まあ、イベントどうでした？イベントさ、やってから多分1週間以上経ってるよね。10日ぐらいだね。うん。日は経ってるけど、なんかまだ思い出が近い気がしてる。なんかでもさ、楽しい思い出って近いようなさ、遠いような気持ちではない。うん。初めてだったけど、イベントとかさ、そういう、まあもちろんね、一人でキッチンでやるっていうのもそうだったけど、どうだったの？そもそもね、ほんとレストラン時代もさ、なんか、まあ、イベントとかもさ、あのシェフと一緒に行ったりはしてたからさ、うんうん、なんていうの、イベント自体は別にもう何回もしたことあったんだけど、うんうん、自分がこう先頭に立ってやるみたいな、うんうん、料理も全部考えてみたいなことは本当にやったことなかったから、うん、逆にそのシェフとかの、もともと働いてた時のシェフとかの、うんうん、なんか凄さも感じた、うんうんうん、すごいなと思って。こっちはさ、チェフがこれ作ろうみたいな料理作るだけじゃん。うんうんうん。まあ、大変だったけど、大変だったなと思ったけど、当時も。うん。とんでもなくいろんなことを考えてやってたんだなと。うん。っていうのはね、すごい思った。今回のイベントってもちろん、結構まあ、どっちかっていうと、すごいお客さんに告知するのも結構ギリギリだったりとか。そうだね。だったけど、で、その中でも僕のとこまで来てくれる方とか結構いてさ。うんうんうん。勇気に一緒にやるかっていうふうな話になってから、結構すぐあっという間の時間だったけど、そのまあ1ヶ月半ぐらい結構めちゃめちゃ濃かったなと思う。一緒にやってた方々と一緒にこう、まあ、前自身も含めてやりませんかって話がいて、そうね、そうそうそう、始めたけど、なんかまあそれでね、勇気に直接私の方から言ってさ。ね、どうだった最初？いや最初はシンプルびっくりしたし、なんか、え、俺でいいの？みたいな。そんななんか大イベント、うん、
私そんな大役をいいんですかって思ったから、うんうん、まあ、正直ちょっとなんて言うんだろう、不安っていうか、なんか大丈夫かなとかも思ったんだけど、うん、でもやっぱりそれよりもやってみたいなみたいな、うんうん、挑戦したいなって気持ちが、まあ、結構悩んだじゃん俺、うん、なんか失敗はできないしさ、やっぱりやるからには、うん、なんか結構悩んで、結構1、2時間ぐらい悩んだよね、うん、でもやっぱりなんかいろいろ考えた結果、挑戦したいって気持ちがさ、うん、勝ったからやらせていただいたし、うんうん、まあ、ほんと現にそのイベントを終わってみてすごい引き受けてよかったなって思ったね、うん、あの時ね、うん、大変っちゃすごく大変だったけど、うん、ミズミーにとってもいろいろ今年体制が変わりますって言ってからやるものだったりとかもしたから、なんか結構私も一人でやることも多かったりして不満もあったけど、すごい終わった後いろんなことを感じたし、すごい学んだし、もちろん例えばマイリッシュもそもそもそうなんだけど、この YouTube も、うん、けど本当にゆうきの料理って本当美味しいなって、そのなんていうんだろう、別に夫だからとかじゃなくて、うん、結構やっぱすごいみんな美味しいって言うし、私もすごく思うから、もっとたくさんの人に食べてもらいたいなって思う、うん、って始めたものだったりとかもまあするわけじゃん、この YouTube が、うんうんうん、それが少しでも違った形でまた新しい形でなんかこう食べてもらうみたいな、生で食べてもらうみたいなのがなんかできたのは本当に良かったなって思うね。なかなかやろうと思ってね、できることじゃないからね、ね、今回の俺の中で一番のハードルは那須高原って言いますけど、距離感が結構、うん、なんて言うんだろう、どうやってそのイベントまで仕込みとかさ、うんうんうん、買い出しとか、俺だ今飲食で働いてはないからさ、仕事としてそのどうそこの距離を埋めるっていうか、うん、東京とかだったらさ仕込みしてさ、まあ、ほんと、なんなら電車で持っていくこともできるかもしれないじゃん、うんうんうん、近かったら、まあ、歩いてとか、けど那須高原だったらさ、もう那須高原だったらじゃあもう当日もうほとんど仕込んだ方がいいよなとか、うん、まあ、だから現にみんなで、ね、8時ぐらいに5時ぐらいに出たよね、家グラボックスもこんな持ってね、うん、でもなんかなんならその買い出しの時もさ、うん、一緒にさみんなで買いに行ってさ、今回あれだよね、そのサブっていうか、なんかサポートメンバーとしてね、そうそう、なんかもともとは俺の料理人の時の友達とか、うんうん、あのぜひ呼んでいただいて、多分お一人だと大変だと思うので、うんうんうん、まあ、どなたか一緒に連れてきていただいてっていうお話いただいたけども、なんかその前のねお父さんお母さんが最初半分冗談多分ぐらいのテンションで冗談だよ、冗談かラッシュなんちゃじゃあ、あの半分、まあ、冗談で、あ、俺、あれ何だっけ、手伝うよ、手伝うよみたいな、やるよみたいな感じで言ってくれて、うん、で俺はめっちゃ手伝うって言ってもその料理の例えば何かをやるとかじゃなくて、例えばお茶碗洗うとか、あ、そうだね、それなんかこう、なんだろう、お皿並べるとか、ね、お皿並べるとか、もう本当だから、なんていうんだろう、差し障りないものみたいなの、はいはい、だったよね、だから手伝うって言ってたのも、俺はそれを冗談だと思わず真に受けてしまって、めっちゃいいじゃんと思って、そのなんかみんなで作るみたいな、家族でみたいな、うん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 、でしかもそんな機会ないじゃん、私も両親も冗談だったと思うけど、例えばゆうきがサポートとしてっていうとこだったらもう全然もう喜んでだったと思うし、うん、まあ、もう喜んでだったし、いろいろな方のスタッフさん、他のねスタッフさんにもいろいろご協力いただいて成り立ったものでは本当にあるんだけど、うん、基本的にそういうお皿並べるとか、うん、洗うもそうなんだけど、というところは結城のそういうサブの本当サポートみたいなところはいろいろみんなにいろんな協力してもらって、いや本当にね、で逆にさ、うちの夫婦もやってもらったりね、前のお姉さんね、うん、で逆にさ、そういうのって一番って言い方わかんないけどさ、なかなか大変なポジションじゃん、うん、お皿洗うとかさ、なんか片付けとかさ、うん、本当はね、ありがとう、うん、助けてもらったなって感じはすごい、だから俺も料理にすごい集中できたし、その来てくれた方とかもやっぱりすごく本当にこう美味しい、食べて、まあ、さっきも言ったけど食べてくれたりとかして、う
本当にこうそれがもう何よりも私たちがまあさ見たかった顔っていうかさ、それをもう胸に頑張って作ってたみたいなところがあるから、ね、本当に感謝だなってすごく思ったし、うん、私たちの中でもすごくいい経験になったなってすごく思うのね。ね、うん、成長した感じは凄まじいよね。そうプラスでなんかそこのこっちの身内としても、うん、なんかこう愛が深まったっていうか、そうね、こうチームとしてこう深まった感じがあって、すごく全体を通してすごくあったかくて、そうね、なんかよいい日だったよね。うん、めっちゃ裏話さ、うん、うちらなんかさその当日イベント終わった後にさ、うん、ちょっとして居酒屋行ったじゃん、うん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 、お疲れプチお疲れ様会みたいな、一回ちゃんとビール飲もうみたいなね時にさ、もうなんかいい日すぎて二人で泣いてる、うん、なんかいい日すぎたしいい人たちすぎたなんかもう全員で、うん、居酒屋の人びっくりだよね、マジでよかった、なんか話してたら気づいたら前がもうさうるうるしててさ泣かないでほんと最悪、最近ほんとに臨戦やばい、多分絶対さ結婚式やばいんだけどどうしようマジでどうしたらいい、だから言ったじゃんバスタオル持ってった方がいい、ワンチャンあるね、初めてマイディッシュ見てますみたいな、うんうんうん、うん、なんならだってさあ、なんかいつも作ってくださる方ですねってさ分かる方もいたしさ、うんうんうん、なんかこうマイディッシュ真似してくださってる方とかね、ほう、ほんとなんか与えられてるなってすごい実感したね、いろんな方に、うん、なんかなんか実際食べてる顔とかはさ私は見ることができたけど、ゆうきは厨房にいたからさ見れなかったじゃん、みんなそうね、うん、ほんとにね嬉しいことにすごい美味しい美味しいって食べてくれてる顔してて、なんかやっぱ今回そのセルビアのワインみたいなのが最初にあれしてたけど、うん、ワインとも合うってみんな言ってくれたし、うん、私も食べててすごい思ったし、うん、なんかすごいなんかお母さんみたいな気持ちになった、なんかそのだってさ泣きそうになったね、泣きそうになりながら食べてたよマジで、なんか、うん、勇気が、まあ、家とかでこう試作もそうなんだけどすごく悩んでる姿を見てたりとかって、これがこうかな、これがこうかなみたいなさ、うん、なんか前日まで悩んでたもんね、これどうしようかなってね、ずっとやってて、料理に関してはもうほんと全然私が口を出すことは一切なくもう任せてたけど、うん、じゃあいざ出てきた時に一品一品がほんとになんかあの何夫だからとかほんとそうじゃなくなんかすごい感動したの、なんか嫁バカではなくてね、そう嫁バカとかじゃなくてほんとに感動してわーっと思って、もう泣きそうになった。いやなんか俺もね、なんだろう、一個一個料理が出てった時にさ、うん、もうめっちゃさ、よかったーって思ったしさ、うんうん、っていうのはすごいあったね。うん、本当に美味しそうにみんな食べてくれてたの。それをさ、俺聞いたのは、前のさ、ご両親がさ、うんうん、お皿洗いとかしてくれてたけどさ、うんうんうん、なんか本当になんか料理が残って帰ってこないみたいな。いやもう、もう今でもなんか今ちょっとここら辺が来る感じ、それももうなんか今も思い出して、で本当と言われた時に俺見れなかったじゃん全く、うん、皆さんが食べてるところはけどなんかそのイベント終わりとかに本当にでもお皿になんか料理が残ってなかったみたいな、うん、っていうのが本当になんかそこで感じた、すごいなんかああよかったと思って、まあ、マイリッシュは去年から YouTube 始めて、なんかもっとまたこううちらが成長した時にイベントとかできたらいいなと思う、イベントとかじゃなくてもなんか例えばゆうきの料理教室とか、うん、なんかいろいろな枠で食べてもらえる機会直接、うん、なんか実際さあの結構いただいたじゃん、なんか日程合わなかったけど本当は行きたかったって言ってくれた方とか結構いたじゃん、そうね、いろいろあとあ年齢とかもね、そうそうそう、まだもうちょっと二十歳過ぎてから行きたいですとかさ、うん、またそういう風にこう新しい形でできたらいいよね、ね、うん、お互い成長できたよね、うん、前もだって全部ねいろいろと、うん、だってね、ほんと裏話だけど前が全部、前が全部ってことはないけど、うん、テーブルセッティングもナイフ並べるところから前がやってたもんね実は、うん、いやほんと全部やってたよね、うん、なんナイフ並べるところから何あとなんかあのメニュー置いてあるお皿を決めるところから、うん、でメニューを作るところからやって俺が切ってみたいな、うんうん、前が印刷してみたいな、ほんとね、いろいろね、うん、実は、あ、これもまえちゃんやってたんだみたいなことは多分相当あるよね、まあね、もう上の方だったから、うん、あれだけど、でもすごい楽しかったね、頑張れてよかったと思ったし、ほんとに来てくれた
方に本当に感謝、改めて来てくれた皆さんありがとうございました。本当にありがとうございます。あといつも見てくださってる方もありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします、ね、頑張ろう。いや、お疲れ様でした。でも本当にお疲れ様でした、バディ。まあこれからも頑張ろうぜ、頑張ろうぜ、協力してね。うちらってほんとさ、夫婦っぽいけどさ、夫婦っぽいじゃねえ夫婦っぽいけど夫婦じゃないんですって言ったらやばいよね実はそれはある意味バズるよね。スタジオ借りてますみたいな家風スタジオ借りてやばいね。どれが普通ってのはないと思うんだけど、夫婦かけるなんかまあ友達っぽくもあるし、バディみたいな。うん、友達っぽいんだよね基本的に。そうね、その中に夫婦もあるんだけど、うん、今50-50ぐらいじゃない、うん、友達と夫婦。そうね、大親友夫婦みたいな、うん、一緒に飲んでるの一番なんかもう楽だもんね。わかる。だし、うん、ディズニーとかさ行く時とかもさ、うん、俺結構なんか男友達とかも全然行く派だったからさ、5-7人とかで、うんうん、男だけみたいな、うんうん、いや、ディズニーは男友達行くのが最高っしょと思ってたの、うん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 、それに勝るものはないと思ったんだけど、お前と行くともうなんか何ならめっちゃ楽しい、なんかなんていうの、奥さんとして行く、彼女として行く楽しさとかじゃなくて、うんうん、なんか普通に楽しんでる。わかる。腹抱えて笑っちゃうみたいな。わかる。私も初めてゆうきとディズニー行った時に思ったの、えー、みたいな、超面白いみたいな、こんななんかちょっとドキドキとかしなきゃいけないのかと思って、もうしたよけど、危ねえ、なんか今したいよしたけど、なんかこうちょっとなんか構えてる感覚があるイメージじゃん、なんかカップルでのディズニーって。そうそう、並んでる時とかね。そう、何話そうみたいな、全然なかったよね。何してた？ほんとただ喋ってたと思う。なんかもうしょうもない、内容のない、うん、なんか内容なかったよね。だけどめっちゃ爆笑したの覚えてんだよね。なんかそこは変わらずでいたいよね。うん、なんか YouTube を半年ぐらいだよね、もう。確かね、10月のね、半ば後半ぐらいに始めたんだよね。そうだよね。だからなんか、でいろいろその挑戦したりさ、いろんなことやってるけど、そうね、なんか今後どうしていこうかなって結構正直悩んでたじゃん。そうね、まああと夫婦としてのことも考えたじゃん。そうだね、まあ夫婦がさ、やっぱりなんていうの、根底にあって、それがまあ一番大切なものじゃん。うんうんうん、まあ、だからそこの付き合い方みたいなね、うんうん、のはめっちゃ結構話し合ってるね。どうしようかみたいなね。でね、話し合ったね。すごい話し合ったりするよ。うんうん、本当にこうマジでこう難しいって思った時にそういう風な手段を取らせてもらうことはあるけど、結婚しないのかなとか思った。もちろんそれが正解なんじゃないかっていう。そうだよね。なんか